よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。気に入っていただけましたらグッドボタンですがチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、世界遺産知っている方多いと思うのですが、こちらですね、北海道ですが東北のこの縄文時代の遺跡ですが、こちらがこうまとまった形で、世界遺産認定に今一歩前進したという記事が出ていましたので、合わせて4つですね紹介していきたいと思います。はい、まず最初はこちら、函館経済新聞からですね、北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産へ、ユネスコ諮問機関が登録勧告ということですね。こんな感じになっております。はい、じゃあ記事を見ます。文化庁は5月26日、国連教育科学文化機関、過去ユネスコの諮問機関、国際記念物、遺跡会議イコモスが、北海道北東北の縄文遺跡群の、世界文化遺産登録を勧告したことを明らかにした。文化庁によるとイコモスは北海道北東北の縄文遺跡群について記載が適当としているという。登録は7月16日から31日にオンライン開催する世界遺産委員会で正式決定される予定。北海道北東北の縄文遺跡群は北海道と青森、岩手、秋田の3県にある17遺跡で構成。それぞれの遺跡を定住の開始、発展、成熟の過程を示す6つのステージに区分し、連続性のある遺産として世界遺産登録を目指してきた。函館のこれは柿の島でしょうか、柿の島遺跡は集落の成立、大船遺跡は、集落拠点の出現を示す、構成遺産として位置づけられている。柿の島遺跡では6月18日から一般公開を始める予定ということですね。まあ、こんな感じになってます。こちらが大船遺跡の、これですね、なんていうかその骨組みといいますか、これですね、まあ、こんな感じですか、まあ、こういう感じのがこう出ています。はい、では続きまして秋田先駆け新報からです。縄文遺跡群世界文化遺産登録を勧告、ユネスコ諮問機関という、まあ、同じ記事なんですけどちょっと読んでみます。国際教育科学文化機関、各ユネスコの諮問機関は26日、北海道北東北の縄文遺跡群を、世界文化遺産に登録するよう勧告した。政府がこれは、その、角館市、その、角角市、わかりませんか、の、大湯環状列石、これですかね。はい、北秋田市の、伊勢堂体遺跡など、17遺跡を推薦していた。農耕に移行せず狩猟などの基盤としたまま定住した縄文時代の人類の生活実態を示す貴重な物証として世界的に認められた。7月16日から31日にオンライン開催されるユネスコの、世界遺産登録委員会で正式に決まる見通し。国内の世界文化遺産として、戦死時代は初めてで最古となる。自然遺産候補の奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び西表島のにも今月10日に登録勧告が出た。2県が共に登録されることになり、日本の世界遺産は文化、自然後の文化20、自然後の計25となる。本県関係では自然遺産の白神山地以来2県目の世界遺産、文化遺産としては初めてということです。まあ、こんな感じになっています。残りもあります。残りもあるんですけど、ちょっと有料記事になっています。こんな感じですね。はい、では続きまして、北海道新聞からですね。北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産登録を勧告といいます。まあ、こんな感じです。記事になります。文化庁26時政府が、世界文化遺産に推薦する北海道北東北の縄文遺跡群について国連教育科学文化機関の、諮問機関国際記念物遺跡、会議の、世界会議が世界遺産に登録を勧告したと発表した。7月に開かれるユネスコ世界遺産委員会で、正式決定される見通し。登録されれば日本の世界遺産は2019年のモズ古市古墳群に続き20件目、同年では05年に知床が世界自然遺産に登録されているが、文化遺産は初めてとなる。イコモスの勧告は世界遺産委員会の審査に大きな影響力があり、観光に沿った登録がほぼ確実となったということになると、そういうことなんですね。はい、では続きまして最後はこちらです。まあ、号外がですね、こちら、東日報からですが、こんな感じで号外が、PDF で発表されていますので、併せて紹介します。まあ、縄文世界遺産へということです。こちらですね。イコモスが登録勧告で、まあ、こんな感じです。7月決定、本件2例目って、まあ、こんな感じになってますね。三内丸山遺跡も、これぐらいですか、2005年、こちら三内丸山遺跡も含めてというか、こんな感じになってますね。記事になります。本県、北海道、岩手県、秋田県の17遺跡で作る、北海道北東北の縄文遺跡群について、国連教育科学文化機関、ユネスコの諮問機関、国連記念物遺跡会議は26日、世界文化遺産に登録するよう勧告した。7月16日から31日にオンラインで開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式決定する見通し。
本県の世界遺産は1993年に登録された自然遺産白神山地に続き2年目、文字のない先史時代の遺跡としては国内初の世界遺産となる。四道県などは自然資源を持続的に利用し、1万年以上にわたり採集、漁労、狩猟により定住した人々の生活と精神文化を示し、世界遺産に値すると主張していた。縄文遺跡群は紀元前1万3000年から紀元前400年の1万年以上にわたる集落、共同墓地、祭祀などの遺跡で構成する。本県から大規模な拠点集落の三内丸山遺跡のほか、これは小牧の遺跡でいいでしょうか、ね、大森勝山遺跡、これはこれ川石器時代遺跡、タコ屋の貝塚、亀ヶ丘石器時代遺跡、これは大平山元遺跡でしょうか、二つ森貝塚の7遺跡が含まれている。これは詳細は21日付でしょうかね、これは号外ということでこんな感じで PDF 出てきました。そうですね、今回の勧告が出たというと、ほぼ決定じゃないかということで、各社の代理的にこう扱っているんですが、やっぱりそうですね、何かしらこう形で一歩前進したというかいいことだと思うんですが、ただこのですね、世界遺産に認定された後の展開ですよね。単純に認定されましたよかった例で終わるんじゃなくて、こう何かしらこうあるいはそのツアーといいますか、スタンプラリー、スタンプラリーちょっとおかしいですよ。それからそういった感じで観光客を呼び込めるこう安定したこうコンスタントなこう取り組みが今後求められていくのかなというふうには思います。はい。では今回4つの記事ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、機会がありましたらこういったところを訪れてみてはいかがかなというふうに思います。はい。では今後もこうした形で聴取などに寄生された良いニュースや楽しみを皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。